山形市立図書館は山形県山形市にある公共図書館である。本館のほかに中央、東部、北部、霞城の各公民館に分館、その他の公民館には分室を設置している。また、本館と近接して小児田町公園、南部公民館及び南部体育館が位置する。本館中央分館,館,館、東部分館、北部分館。 霞城文館山形市立図書館の一山形市政85周年事業の一環として、赤根川丘一丁目に新築移転した山形市立商業高等学校跡地に建設され、1979年7月1日に開館した。図書館の完成後に、小児田町公園、南部公民館及び南部体育館がそれぞれ整備された。図書館は、 山形市七日町にあるあず七日町ビル5階に山形市中央公民館と併設されている。あず七日町ビルは複合施設ビルで8階建て、1階から3階はショッピングフロア、4階から8階は山形市中央公民館となっている。専用駐車場はないので有料のあずなのか、駐車場、または近隣の有料駐車場の利用となる。 基礎情報サービス図書館は山形市小白川町2丁目にある複合施設の1階に身体障害者福祉センター、老人福祉センター、山形市東部公民館と併設されている。基礎情報サービス図書館は山形市宮町4丁目にある山形市北部公民館の1階に併設されている。基礎情報サービス図書館は山形市城西町2丁目にある 山形市霞城公民館の1階に併設されている。図書館は山形城跡の西側にあり、山形駅から北東方向に徒歩で約15分、約1キロメートルにある。敷地内には総合福祉センター、男女とも同産画センター、社会福祉協議会、総合学習センターが併設されている。基礎情報サービス、ありがとうございます。